吹雪型駆逐艦は、大日本帝国海軍の一等駆逐艦の艦級である。同型艦24隻。特型駆逐艦の名でも知られる。ワシントン海軍軍縮条約により、戦艦をはじめとする主力艦等の保有制限を受けた日本海軍が条約の制限を受けない、補助艦艇の整備を強化する方針を打ち出したことにより建造された新型駆逐艦が本型である。 な波性能を追求した船型による良好な航海性能と環境を露天式から密閉式に改めるなどの居住性の改善、排水量に対して重武装の本型の出現は当時の列強海軍に衝撃を与えた。太平洋戦争では当初酸素魚雷こそ装備していなかったものの、水雷戦隊の主力や空母護衛、輸送船団護衛などで活躍し、結果として 損害も多く、建造された24隻の中で終戦時まで残存した艦は2隻のみである。1921年のワシントン軍縮条約により、主力艦は保有比率が制限を受けた。これにより、主力艦の建造はいずれも中止され、日本海軍では主力艦の劣勢を補うため、条約で保有制限を受けない巡洋艦以下の補助艦艇を整備。 強化することに活路を乱す方針を打ち出した。数的にはアメリカ海軍に及ばないため、必然的に股間性能をアメリカより優勢にすることが求められた。駆逐艦に関しては、それまでの88艦隊計画では、大型の1等駆逐艦と中型の2等駆逐艦の2、系統で駆逐艦の建造を進めていたが、 条約後の計画見直しで2等駆逐艦の建造を取りやめ、一等駆逐艦二十四隻の計画となった。この計画では五十三センチメートル魚雷搭載の、上風型駆逐艦四隻と六十一センチメートル魚雷搭載に、並走を強化した無月型駆逐艦十二隻の、計十六隻を建造した。残り八隻の予算は、計画が変更され、千七百トン型五隻として、 建造されることになる。本型の艦型と並走配置を示したズム付き型駆逐艦は当時としては高性能活獣、武装艦であるが、1924年に出された軍令部の新型駆逐艦の要望はそれをはるかに上回る61センチメートル魚雷発射艦級、車線12.7センチメートル砲6門速力37ノットというものだった。 基本計画主任の藤本菊を造船大佐はそれを実現させるため、軽巡用艦夕張の手法を取り入れ、新技術を積極的に採用することによって、徹底的な軽量化を試み、基準排水量1700トン以下で要望通りの駆逐艦を設計した。固定点外付きの環境、大立て付きの砲など、この後の日本海軍駆逐艦の基本型が本型、出来上がった。 吹雪型は国内外に衝撃を与え、海軍の分類に準拠した特型駆逐艦という故障が有名になった。軽合金が多用されたのも初期の特徴だが、当時のアルミ合金は耐海水性が悪い上腐食が激しく使用を中止された。常実のように、大正12年度計画で5隻、大正15年度成立の予算で4隻、 昭和2年度計画により残り15隻が建造された。1928年6月竣工の磯波から1933年3月竣工の響きで全艦24隻が竣工した。本型は予想以上の高成績で、この事実が諸外国に知れた場合に大型駆逐艦の艦艦競争が起きることを日本海軍は恐れ建造の打ち切りを予定していた。 1930年のロンドン海軍軍縮条約で1500トン以上の駆逐艦にも保有量の制限が課せられたため予定通りの建造打ち切りが決定した。演習中の吹雪型駆逐艦竣工後は続々と水雷戦隊、特に花形の第二水雷戦隊に配属されて日本海軍の主力を担った。特に昭和9年度の艦隊編成では 第二水雷戦隊のすべての駆逐艦が本型だった。大型かつ自由武装である吹雪型の存在は、当時の各国海軍に衝撃を与え、ロンドン海軍軍縮会議にて大型駆逐艦の保有枠が新たに設けられる事態や、アメリカ海軍のポーター級、イギリス海軍のトライバル級等の特型駆逐艦に対抗した様々な駆逐艦が生まれる結果となった。国外に、 様々な影響を与えた吹雪型であったが、国内においては訓練中に起こった事故や問題が発生していた。訓練中の事故で、本級の電と衝突した三雪が沈没する事故や、友鶴事件、第四艦隊事件によって発覚した復元性不足、強度不足問題等である。特に校舎の二つの問題により性能改善工事が行われ、 大波性や両波性は優秀なままであったが、重量が増大し速力が34ノットまで低下することとなった。太平洋戦争時にはすでに、影楼型駆逐艦等の最新エ駆逐艦が主力となっていたが、吹雪型も最前線で運用された。なお、影楼型駆逐艦の18ノットで5000回りに、対して、1943年9月時点での、 響きの航続距離は17ノットで1600回りと報告されている。海戦時には23隻あった吹雪型であったが、終戦時には塩と響きのみが残存していた。塩は後に解体され、響きはソ連海軍へ賠償艦として引き渡され1970年代まで在籍していた。計画時の故障は徳型駆逐艦。これは1924年に、 管制本部に対して要求された新型駆逐艦の過酷な要求を満たすため、管制本部内に設けられた特型駆逐艦対策委員会の名称が元となっている。合計24隻が建造された。ただし、特型は次級である初春型駆逐艦と白梅型駆逐艦及び朝潮型駆逐艦を含む故障として使用された例もある。 新たに登場した本型に対し、従来のムツ月型駆逐艦、峰風型駆逐艦、神風型駆逐艦は、波型駆逐艦と表現された事例もある。日本海軍での公式の艦型は、艦艇類別等級表に記載され、あくまで全席、吹雪型駆逐艦、白雪型駆逐艦、初雪型駆逐艦である。吹雪型命名前の故障は、第35号型駆逐艦、 命名後は、吹雪型駆逐艦で統一しており、ネームシップの吹雪沈没後白雪型駆逐艦に改定され、さらに初雪型駆逐艦と改められた。その他の分類として、駆逐隊は4隻単位で本型の艦名も4隻ごとになっているので、吹雪から4隻ごとに、雪球、雲球、波球、霧球とする分類も見られたほか、吹雪型を16隻とし、 後期型発石をおぼろ型とする場合もあった。なお、吹雪型の次級である、初春型駆逐艦の当時旧石も、徳型駆逐艦として分類している資料もある。新潟昭造造船中将は、初春型駆逐艦、白露型駆逐艦、朝潮型駆逐艦を、徳型駆逐艦型と分類している。昭和造船史第一巻巻末資料や、世界の艦船では、 吹雪から使用までの20席を吹雪型とし、機関を改良した赤月以降4席を赤月型として別のクラスに分類している。本型は建造期間が長いこともあり、いくつかの種類で分類される。通常は外観の相違に基づいて3タイプに分ける形になる。基本計画番号会43。朝鮮主導型の船体で還元を大きく取り、 艦首には急激な視野と強いフレアをつけた。船体中央部の外反にもフレアをつけた。この中央部のフレアは、水線部からタンブルホーム型のように、一旦内側に入り、改めて上管板で外に開く形をしていた。この形状はしのげな未成には極めて有効で、後の初春型駆逐艦や千鳥型水来艇にも採用された。しかし工事上では不利であり、 あるいは後の性能改善工事では、船体強度上不利になるという理由で、夕暮れや白梅型駆逐艦以降では廃止された。構造上は、極端な軽量化が進められた。小さいやばら骨を多くし外反の厚さを減らしたり、ガーターを強化して、ステーやピラーを極力減らすなどの工夫をした。その他に小さい秒を用いたり、軽め穴の徹底や、 材料の余分な部分を除去するなどの重量、軽減策を行った。これらにより工数は増えたが、船体の重量は、裏波の場合、計画より逆20トン少なくなっている。また、設計段階の縦強度計算では、完全部と後部の許容応力を高めた。つまり、艦の前後の強度を中央に比べて落としたが、これは、後の第4艦隊事件で、 戦隊切断の原因となった。その他に駆逐艦として初めて二重艇を採用。ビルジキールは従来の駆逐艦は1枚板だったが、本型からは2枚板式になった。羅針環境上部には日本海軍駆逐艦として初めて固定点外を設け、前面には窓ガラスをつけて周囲をエンクローズさせた。無月型までは開放型の環境で必要に応じて、 キャンバスで囲っていたが、この場合は、波浪のある時に高速を出すと環境内に海水が入ることが珍しくなく、長時間の戦闘では不利だった。また、環境構造物も一甲板高くなった。これは、干渉視野が大きくなったことや一番方を考慮して、環境からの見通しを良くするためだった。重心が高くなりすぎないように材料は、警報金を使用した。 この警合金は当初ジュラルミンで他の部分にも使われていたが海水の腐食が激しくアルミに変わられその使用範囲も縮小された環境構造は性能改善工事の時に羅針環境は縮小羅針環境上部は撤去され新たに3メートル即居き94式射撃式等を装備し環境は大きく簡素化された環境位置は 選手楼甲板の後端になる。本型の相田機は、羅針環境内にあったが、囲碁の駆逐艦では、相田機を一段下に相田室を設けて移動させた。それ以外は、羅針環境の後方に発射発令所と艦長休憩室があるなど、環境位置も含めて、囲碁の駆逐艦環境の基本型となった。機械通風の強化、暖房にスチームヒーターの採用。 小型冷却機と小型冷蔵庫の装備など居住性が向上した。居住区も環境下方に士管室を設けるなどの変更がされた。その他に全部マストを駆逐艦として初めて三脚マストにした。主機はカンポ本ン式ギアードタービン2機を搭載した。1機につき高圧、低圧、短式タービンが1台ずつあり、更新タービンは短式タービンと、 同一ケース内にあり、巡航タービンは短式タービンに減速ギアとクラッチを介して連結された。18ノットまでは巡航タービンと短式タービンを併用。24ノットまでは短式タービンのみを蒸気を送り、それ以上は高圧、低圧、短式のすべてを使用した。機械室は防御上左右の2室に分け、その後部に補機室を設けた。しかしこの方式は、 浸水時に、管の傾斜が増すことになり、その後の駆逐艦では採用されていない。主艦は、ロゴ艦本式重油戦唱艦4機を搭載した。加熱器はなく蒸気は、圧力 20kg、平方センチメートルの飽和蒸気。第1第4艦の蒸気は、左ンタービンへ、第2第3艦のそれは運営へ送られた。サザナミには、舞鶴工作部で考案された空気予熱器が、 実験的に取り付けられ、全力での燃料消費を10%減少するなどの高成績を収めた。この結果から、暁月以降はボイラーを3機としてその重量を23%減少させた。ボイラーを3機にすることは、排水量の超過には有効だったが、管下部の重量が減少したため工述するように、復元性能は悪化した。吸気口は、I、型では、 背の高いキセル型になった。従来より海水の侵入を防ぐように努めたが、それでも好天時に高速を出すと海水の侵入することがあった。そこで改め I い型からは、吸気口を湾型とし、燃焼用空気を煙突の隙間から取り入れる方法を採用した。これは海水の侵入に有効であり、空気を予熱することで、 艦の効率も上がり、以後の駆逐艦の標準形式になった。初行きの行使成績で、速力13.456ノットで4875回離の成績が残る。世界的に、航続距離の増大が要望されており、本型の航続力はまだ不足で、唯一の欠点とされた。日本海軍の駆逐艦として、初めて12.7センチ砲を搭載。 砲塔類似の連想法がとした。六月型までは 12cm 単装法で、法の旋回時には法員も用具類を持って移動する必要があり、また法員や用具類は打ち上げる海水に剥き出しのままだった。吹雪型では砲塔形式となり、これらの問題が解決した。この 12.7cm 法は広角砲を主兵装とした秋月型駆逐艦。 松型駆逐艦を除く、これ以降の日本駆逐艦の標準法となった。吹雪型には前述の通り I 型、改め I 型には A 型連装砲が、それ以降は B 型連装砲がを、それぞれ3機6門搭載した。A 型は最大行角40度で、左右の方針が一体に付良する形だった。1928年の軍備制限、研究委員会で駆逐艦に、 公格法を採用するよう等身があり、B 型は最大行革75度、左右の方針が別々に付業する形に改められた。重量軽減のため A 型の縦の厚さが9ト、mm、ルから1 2ト、mm、ルだったところ、B 型は厚さ3 2ト、mm、ルと薄くして山型港で補強した。それでも全重量は A 型の25.4トンから B 型は31トンまで、 増大した。ともつる事件、第四艦隊事件後での改装工事で、B 型砲は、B 型改め1、または、C 型砲に近い砲立てに変更、もしくは交換された。また、対戦中の1943年5月3日に2番砲撤去や、機重増備の訓令が出された。この撤去工事は、同年秋から、翌年初頭にかけてと言われている。前型の無月型駆逐艦,艦では、 駆逐艦で初めて 61cm 魚雷を搭載し、3連装2機が装備された。吹雪型も同じ61立方センチメートル連装魚雷発射艦を採用したがこれを3機搭載し、車線数では1.5倍となっている。この旧車線は後の島風に次ぐ車線数だった。次発装填装置はまだ搭載されなかったが、 格納箱に収められた次発魚雷は、スキットビーム状のクレーンを用いて装填され、装填は従来より、はるかに容易になった。一番発射管の装備位置は間室吸入口の形状の違いから相型のみ高い位置に装備されている。魚雷発射管は、初期のタイプでは棒立てがなく、初めて棒立てを装備したのは、式並みと言われている。ス型以降は、標準装備とされ、 その他の艦は1932年から翌年に追加装備した。この棒立ては、後天時における発射艦の操作性向上に大いに効果があった。試作の盾は、ジュラルミン製であったが海水による腐食が早くすぐ鉄板製に改められ、各艦に装備された盾は3ト、mm、ルの構成に変更となっている。魚雷は当初8年式魚雷18本を搭載し、 1935年頃から90式魚雷に変更された。また、1943年8月以降には一部の艦の魚雷発射艦が改造され、93式魚雷が搭載されている。計画では、非式 40mm 単装機銃2丁の搭載を予定していたが実現せず、I 型は止め式 7.7mm 単装機銃2丁を装備した。通型、 3型は、ひし 12mm 単装基準2丁に増強された。位置は、I 型、2型が第2煙突の前方、3型は第2煙突後方の機銃台に装備された。田村敏夫の調査によると、太平洋戦争開戦時には、I 型は 13mm 連装機銃1機に、換装、2型以降は1機追加され2機装備と推定されている。 対戦中の対空戦闘には全く不足しており1943年、後半以降順次増強された。吹雪型の場合はなどがなされた。阿豪作戦後の兵装増備状況調査によるとは、豪作戦時点での各艦の対空基準は以下の通りとされている。その他に、白雲、電、甘霧、裏波が機銃増備のために2番砲を撤去したと推定されている。 響きの最終時の並走は以下の通り、電端は前、小柱を改造して22号電端1機、水に13号電端を1機装備していた。高支排水量は赤号作戦時で2427トン、速力35ノットとなっていた。使用は1945年6月10日に第4、予備駆逐艦となっており、終戦時には、主砲、機銃は、 撤去されていたと推定されている。本型の復元性能は計画通りに建造されていれば問題ない範囲であったが完成重量ですでに約200トンの超過をしていた。幸いにそのうち約100トンが機関関係だったために重心の上昇が抑えられ復元性能に大きな問題はなかった。しかし後期の間ほどトップの重量が増していて、 規制の間も18回の改正が行われ同様に重量が増していた。最終に当たる3型が最も問題が大きかった。1934年3月に起こったともつる事件によって本型の復元性も見直され、3型の電の場合は以下のような改善工事が行われた。他間も同様の工事が行われ、その他に多くの式装置や計器類が撤去され、 煙突の短縮も行われた。翌1935年9月に起きた第4艦隊事件では本型も直接の被害を受けた。初雪、夕霧の艦首が切断され、その他の同型艦にも船体に屈曲や歪み、亀裂などが生じた。本型は一番艦春工以降も多くの改正が行われたが船体強度の検討などは十分行われず、収益に 三年経った頃から強度上の欠陥による損傷が起きていた。この事件を契機に、船体強度の計算をやり直し、船体には徹底的な補強が行われた。船首郎甲板の外板を厚板に貼り直し、後部三番砲付近の上甲板も厚板に交換した。肋骨、針、デッキガーダも補強した箇所が多かった。外観上の変化としては、応力の集中する。 先手老甲板の原則に丸みを持たせた。この部分にはデッキガーダの増設も行われている。これら性能改善工事の結果、復元性、船体強度ともに問題はなくなったが、排水量は大幅に増加した。電の場合は心臓計画時2050トンだった。講師排水量は2450トンに増大し、 速力は37.5ノットから34.5ノットに低下していた。喫水が増加し、還元は減少したが、なお大破性、両破性は優秀なままだった。なお、性能改善工事と同時に、通型対降の管は、手法砲,砲画を B 型から C 型へ換装した C 型は最大行隔55度で、対空射撃では行角が低い射撃の方が、 効果的と分かったためだった。また同時に、単小島広報にループアンテナが新設されている。88艦隊計画による大検艦計画により、艦名不足が心配され、神風型、2、若竹型より、駆逐艦は番号名となった。しかし、ワシントン軍縮条約により計画は中止。 官名不足の心配はなくなり1928年8月1日付で、上風型駆逐艦、若竹型駆逐艦、六月型駆逐艦、吹雪型駆逐艦等の固有官名へ改名した。吹雪型駆逐艦も、初期の11隻は番号名で命名され、うち4隻は番号名のまま竣工した。しかし直後に型有名に改名されている。中は左に同じ。 式並以降は固有勘名で命名されている。計画順に、列挙吹雪型一番艦吹雪、き二番艦白雪三番艦初雪四番艦三雪五番勘、村雲六番艦下の目七番艦薄雲八番艦白雲九番艦磯波十番艦浦波綾波型一番艦綾波二番艦式並三番艦 朝霧、四番艦。夕霧、五番艦。甘霧、六番艦。朝ぎり、七番艦。おぼろ、八番艦。あけぼの、九番艦。さざなみ、十番艦。潮赤月型一番艦。赤月、二番艦。響き、三番艦。雷、四番艦。伝統書より四席ずつで駆逐隊を組んでいたが、一時期は三席体制に変更していた。 開戦前に再度四隻体制に戻った。クレチンジュフセキのフブキ、白雪、初雪、新雪で編成。1924年末に解体した上風型駆逐艦からなる仙台に続く七代目の第十一駆逐隊である。太平洋戦争中、フブキ型村区も甘霧、夕霧を編入した。クレチンジュフセキの村区も、篠の目、薄雲、白雲で編成。 1924年12月1日に、第6総解体に解消した春雨型駆逐艦、神風型駆逐艦からなる仙台に続く2代目の第12駆逐隊である。クレチンジュフ石の磯波、浦波、綾波、四季波で編成。1943年4月1日以降は、水雷戦隊には属さずに行動した。横須賀チンジュフの朝霧、夕霧、雨霧、雨霧 サギリで編成。1924年12月1日に解体した篠の目メガタクチ区間4隻からなる仙台に続く3代目の第8区畜体である。1939年11月1日付でクレチンジュフに転出したため2代目の第20区畜体となる。横須賀鎮守府籍席のおぼろ、アケボノ、サザナミ、塩で編成。 1931年10月31日に解体したカバガタクチク艦4隻からなる先台に続く6代目の第7駆逐隊である。なお、吹雪型はすでに3隻体制に移行していたため、サザナミが所属するのは1939年11月15日になってからである。また、太平洋戦争開戦時には第1航空艦隊に所属し、 その後も、同艦隊第10戦隊や、連合艦隊直属になるなど、戦艦、ヤマトや大高型航空母艦の護衛、あるいは、輸送船団の護衛任務に従事した。太平洋戦争後半では、北方部隊第1水雷戦隊所属となる。可動艦の減少に伴い、太平洋戦争末期に、満潮が高すみ、吹雪型響きを編入した。横須鎮守布石の赤月。 響き、雷、電で編成。1932年4月1日に解体したカバガタクチ区間4隻からなる先台に続く4代目の第6駆逐区体である。なお、吹雪型はすでに3隻体制に移行していたため、赤月が所属するのは1939年11月15日になってからである。太平洋戦争初戦では南方作戦や蘭院作戦に従事。 北方部隊所属時に損傷した響きの大艦として、吹雪型薄雲を短期間編入した。空母機動部隊に所属してからは三隻編成に戻り、ガダルカナル島の戦いに参加。第三次ソロモン海戦で、暁が沈没。その後は、連戦部隊である、第十一水雷戦隊に所属して、戦乱護衛に従事した。クレチンジュフ席のシのノ,ノメ、吹雪、磯波で編成。 吹雪型方を三席体制に組み替えた際に、新編されたが短期間で解体。横須賀鎮守府石の下切り、さざなみ、暁で編成。1918年4月1日に、川形駆逐艦四席からなる仙台第10駆逐隊が、佐世保鎮守府第22駆逐隊に転出した後に続く、三代目の第10駆逐隊である。こちらも短期間で解体。 ありがとうございます。